動画を見ながら頑張ってるのになかなか痩せられないんです。そういった方におすすめなバンザイゆりかごというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで朝晩たった20秒行うだけで痩せやすい体質を作るエクササイズというのが分かってきます。動画を見ながら一緒に頑張りましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、体の前面と背面全部使うことができるバンザイゆりかごというのを各前面20秒、背面20秒行っていきます。1セットでやる方はたった40秒でいいです。しっかりやりたい方は3セットご用意してますので一緒に頑張ってみてください。で、なかなか痩せられない人の多くは同じようなエクササイズばっかりをやっている、小さい筋肉を狙っている、息の上がらない楽なストレッチなどを行っているっていう原因があります。で、今回は全身の筋肉を使いながら多少呼吸が上がります。息が上がるっていうのはすごくメリットがあります。心肺能力が上がれば痩せやすい体ができます。なのでいつも息があんまり上がることをしてないかといってきついことやってしまうと次の日休んでしまう、そういった方は今回のエクササイズを朝晩プラスアルファでやってみてください。難しくないエクササイズなので一緒に頑張ってもらえたらと思います。そして今回背面使うポイントとしては、耳よりも腕が後ろに行く必要があります。もし手が後ろに行かないよって方はですね、今から少しだけストレッチを行ってください。まず肘を曲げてできるだけ後ろまで手を持っていきます。これ以上行かないってところまで手を持ってったら、ここからグッグッグッと後ろだけに引っ張る感じです。後ろ前後ろ前ではなくて、行けるところまでやったらここから後ろだけ、後ろに引っ張るだけというのを10回まずやりましょう。いきます、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 これでさっきよりも後ろに少しは行くと思います。これで今からバンザイゆりかごやっていきます。スマートフォン持ったままでいきます。はい、まずうつ伏せになります。で、スマートフォンは顔の下に置いといてください。そしたら足を少し広げてカエル足にするんですが、足はピタッとつけなくていいです。少し離れるぐらい楽にしてください。この状態でまず太ももの前側をできれば床から浮かせます。床から浮かした状態で体のお尻、もも裏、大腰筋が使えてます。ここでさらに上半身を起こして手をグー握ってぐっとタオルを持ってるイメージで首の後ろにぐっと引っ張ります。で、戻す。戻すときしっかり手をピンと伸ばします。これを20秒間こういう感じでやっていきます。多少体がゆりかごのように揺れると思います。なのでバンザイゆりかごっていうエクササイズになります。これをこういうペースで20秒間やってください。しっかり手を後ろにして引く方がしっかり広背筋が使えます。首が疲れるような方はしっかり上向いていいです。下向くとスマホが見えるんですけども、首が疲れるなら上向いてください。20秒いきましょう。いきます、スタート。1 2 1 2、こういう感じです。しっかり引いてグッ、しっかりももも上げて、あと少し、あー、うわー、こういう感じ、あー、前もも持ち上げて、ガーッ、ガーッ、オッケー。これね、たった20秒です。もう背中全面使えてます。もも裏、お尻も使えました。今度は上向き。結構息ハーハーなりますよね。これ朝やったらね、結構息上がるんですよ。ほんで、できればスマホは見ずに万歳してほしいんですけども、でもスマホ持った方が分かりやすい方は手は万歳じゃなくてスマホ持ってていいです。足をバタッと開きます。できるだけ開いてください。そしたら内転筋が使えます。でも膝伸びないよって方はちょっと曲げてもいいです。できるだけ横に広げて、で、上体を起こしてスマートフォンを持って、これで20秒キープ。もしスマホ見ずにできるよって方は万歳、手は綺麗にまっすぐじゃなくてもバタッと広げるだけでいいです。これを20秒いけば体全面使えます。頑張りましょう。ちょっと首の前が疲れるかもしれませんけども、もししんどかったら途中で倒れてもいいです。耐えれる方は頭を起こしたままキープです。
20秒いきましょう。ラストいきます。スタート。1、2、頑張って、しっかり体を起こして腰床つけて、手足力抜いて万歳。しっかりね、内転筋、腹筋、しっかり胸使えてると思います。 OK。 今の1セットで終わってもいいです。時間があるときはこの先も見ながらもう2セットやっていきましょう。しっかり全身がね使えてます。ゆりかごのときはしっかりね動いて息ハーハー上げてください。2セット目いきましょう。それではいきます。スタート。しっかり上体を起こして、ももをしっかり持ち上げて、グッグッ、肘がね伸びきりにくいと思うけど、しっかり手を前に飛ばす感じで、グッ、ふう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 、オッケー。よっしゃ、上行きましょう。スマホ持っててもいいです。いきます。おこしっかり起きて、スタート。腰しっかりつけて、これね朝一やったらねすごい汗が出てきます。息ハーハーなりますね。しっかりね起きて、スマホ持たなくていい方は万歳、万歳した方がね辛い。OK。 よっしゃ、もう一回ずつ、ラスト。さあ行きましょう。行きます。スタート。うりゃ、しっかりしっかりね頭の後ろにタオルを回す感じで、しっかり体を反らして、こういう感じでね揺れてもいいです。こういう感じ。ああ、ああ、うわ、ラスト。さあ足の力抜いて、スマホ見ながら行こう。さあ行きます。スタート。やっぱりねこの時期ね乾燥するから、喉が痛い、喉が。しっかり起きて、股関節痛い方はね少し閉じてもいいです。胴体しっかり起こして、あちょっと、うわお疲れでした。いやー、このね、万歳ゆりかご、前面背面、1セット40秒なんですけども、どれかね、前面気にならない、背面だけやりたいって方は20秒でいいです。もししっかりやりたいって方はね、40秒を3セットやってみてください。朝晩するのがおすすめです。これをしっかり、特に朝やることで、息が上がるので、朝からね、体がテキパキ動きます。そして、朝体の全身の筋肉を使うってことで、一日省エネにならないように体を動かすことができます。やはり朝筋肉動かさないと、一日体がねだるい状態で筋肉を使ってしまいます。人っていうのはちょうどいい力を出して生活をする癖があるので、筋肉をしっかり朝ね使うことで一日体がよく動きます。頑張ってやってみてください。頑張ったよって方はね、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。前面楽だった、背面のがきつかった、そういったこともね今のレベルを教えてください。今後の動画作成に参考にさせてもらいます。各種 SNS もやってますので、よかったらリンクのフォロー説明欄に貼ってますんで行ってください。そっちではまたね短編で配信したり、プライベートなことを配信してますので、フォローもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。